せーの、神田ひらみつです。よろしくお願いします。はい、今から7月30日にアロンフェス名古屋ミニということで、ダイナマイトホールさんのネットチキン読んでいきたいと思います。7月30日ダイナマイトホールさんでのネットチキン買ってくださった方のお名前読んでいきたいと思います。一部です。はい、まずはきよみー、ありがとう。はい、ということで、意外ときよみにと初めましてした時、どんなポーズしたかな、結構嬉しい、誕生祭が初めてやった気がするのだから、嬉しいみたいな感じでなって、お祝いな写真を撮ってチェキを撮った気がして、だいたい初めての方にはね、一緒にウサギをポーズするんだけどね、ウサギポーズそういえばしてなかったなと思って、ウサギのポーズのイリナさんをプレゼントしたいなと思います。これこそサンネギラビットのイリナなので、これをね、いっぱい見てほしいなって思います。なのでウサギにしてみました。はい、ちょっと可愛くね、撮ったり表情だったり落書きだったり可愛くしてるので、楽しみに待っててください。いつもありがとう。はい、イレナのネットチェキ買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。はい、こんにちは、ナリスです。今から7月30日、名古屋アナフェスミニということで、一部のネットチェキ読ませていただきたいと思います。まずはエルドちゃん、ありがとう。はい、今回のリクエストはおやすみなさいだったので、ちょっとおやすみなさいってしてる感じにしてみました。めちゃめちゃね、可愛い感じでね、眠ってるなりちゃんが見れるよ。なんで、おやすみなさいチェキなの？一緒に寝るの？これで。枕元にあったら、まあ、ぐちゃぐちゃにならない程度に枕元に置いてね。ありがとう。お次が、ひょうちゃん、ありがとう。はい、好きなタルトは何ですかだったんですけど、僕タルトだったら結構何でも好きなんよね。まあ、でも一番好きなのは、なんかチーズケーキのタルトがあればいいなって思ってます。なんか、ベイクドチーズ的な、ちょっと硬いお菓子でできてるやつとか結構好きで。なんか、まあ、でも、チーズタルトで、なんか、いちごタルトも好き。いちごのタルトかチーズのタルトがめちゃめちゃ好きかなって思います。はい、ちょっとね、あといつか見かけたら食べたいですね。ありがとう。お次がウィーちゃん、ありがとう。そしてお誕生日おめでとう。この日お誕生日やったよね。めちゃめちゃもうおめでたすぎる。本当に嬉しい、マジで。僕マジ今年、ウィーちゃんの誕生日祝えてよかったわ。ウィーちゃんと、出会う？ウィーちゃんの誕生日が来るまでに出会えてよかったです。そしたらさ、お誕生日をお祝いできるしね、来年も一緒にお祝いできたらいいなって思うので、これからも僕たちと一緒に楽しい一年過ごしていきましょう。ありがとう。一緒に幸せになろうね。ありがとう。はい、ということで、7月30日、名古屋一部のネットチェキを読ませていただきました。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、ということで、7月30日の、アナフェス一部のリンのチェキ買ってくださった方の名前を呼ばせていただきます。はい、ナルピー、ありがとうございます。ようです。もうようです。もう終わるね。やばいね。楽しみだね。全部揃ったらすごいんだろうなと思いながら、また並べてね。よろしく。ありがとう。はい、ということで、リンのチェキ買ってくれたナルピー、ありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リオです。今から7月30日一部のネットチェキの命名が始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。とうとう、ありがとう。はい、いつも以上に縛ってください、束縛してくださいということだったので、めちゃくちゃ長文書きました。はい、これを約束事項を書きました。約束事項、うん、もう書きました。なので、これをね、いっぱいいっぱい読んでね、もっともっといろんなね、約束をね、リーと交わしていきましょう。はい、ルールをね、作っていきましょう。もう、とうとうはリーのなんで、はい、もう誰にも私来ないし、女の子のリプも結構嫌なんだよねって思ってるんだけど、それはまあ、よく見てます。いろんな人にリプして楽しんでる。
いっぱい見てるってことだけお伝えしとくね。またなんかあれって思うこと言ってたらいいにしに行くから楽しみにしててください。いつもありがとう。はい、以上でリオのネタチェキの名前がやりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、ねです。今から7月の30日、名古屋のアナフェスミニのネタチェキを見たいと思います。ダイナマイトホールさんです。いきます。まず千秋ありがとう。はい、今回は名古屋でライブでした。ピースとウサギを掛け合わせてこういうポーズにしました。最近ね、もうポーズが被ってきちゃうから、こういう何でもない日にネタチェキ買ってくれるのであれば、なんか最近ウサギ先生がないやないか、ないやないですか、ないやないかないやないですか。だからウサギ先生の代わりにその曲のポーズとかやっていこうかなと思うんだけど、どう思う？もし嫌だったら普通のポーズが続くんだけど、もし曲のチェキがいいってなったら曲のチェキ取っていくから教えてくださいな。なんかいろいろねチェキ取りたいとは思うんだけどね、なんせねボキャブラリーが、ポーズのボキャブラリーがないから、だからよかったらそういうのもやっていくんで、挨拶チェキとかもね取れてないから取りたいんですよね。取っていきますね、これから。楽しみにしててね。ありがとう。もうすぐお休みです、私は。はい、お次、高文ありがとう。はい、今回は名古屋でライブでした。なんか名古屋のイベント結構呼ばれてたもの固定だったんだけど、今回違うイベントに誘われたのすごいありがたくて嬉しくて、あんまりね名古屋って呼ばれるイベントが少ないから嬉しかった。その分ね、しかもな、アナフェスってなワンコインやね、なんかだからめっちゃ人来てくれるんよ。だから初めましての人も多くてすごい嬉しかったです。まあ会いたいなるんですけどね、その分いろんな人と喋れば高見に会いたくなるんですけど、まあ次の日には会えてるんですけど幸せの連鎖ですね。ほんまにありがとう。はい、以上です。愛の次買ってくれたお二人ありがとうございました。ネクスト。はい、今回も買ってくださった皆さんありがとうございます。それでは以上、私たちカンナギラビッツでした。ありがとうございました。